デッドリフトを今やった種目なんかの場合はスローでやっていくとね、こう下ろすスピードと上げるスピード同じ4秒4秒でやると両背部にものすごく負担がかかるので、そうですね、上げる動作のところですね、そっちの方は1秒で上げてますね、4秒で下げて1秒で上げる感じですね。で、なんでこれゆっくり動かしてるかっていうと、筋肉の緊張をそう抜かないためにやってます。要は回数とか重量とか上げていくのがものすごくまあまあ大事なんですけど、その例えば負荷をその全身散らしてこう上げやすい方も見つけていくっていうよりは、どちらかというと特定の部位にそのテンションをどんどんかけ続けてきつい状況を作る。でもうパンパンになって、もう体がだるくなって動かなくなってっていう状態が生まれれば、体は次の時までにね少しだけ余力を作ろうとするでしょ。休息と栄養がしっかり取れてればそうするとちょっとだけ余力が生まれるはずですね。これが環境適応です、はい。ただこれをちょっとずつやっていくことによって体が大きくなると。ただその体を大きくする要素っていうのは、まず一番大きいのは何かって、この今やってるトレーニングね、トレーニングによるその今は体のスペックの限界にどうやって持っていくかっていうこの状況、これどうやって作り出すか。だからそのルートはどんなルートでもそんな大きく間違ってないと思うんですけど、僕らがやってるのは逆にものすごく時間は短いんだけどきついトレーニングをやってますね。あと1分30秒ですね。でそこからそのリカバリー、今度は体を回復させて、で前の状況よりももっと強くするっていうのが一般的に言われている超回復っていうところですね。超回復まで持っていこうと思ったら十分な休息を取る。でこの休息はその積極的にその良い環境というかね、休息環境というのを自分でこう作っていくことだから、良い睡眠をとったりとか、そういったものも休息に含まれますね。でそれからトレーニングからトレーニングまでの日数、その休息期間ですね、このサイクルが合致してないと、トレーニングがアンダーワークになったりとか、でこれが詰まりすぎるとオーバーワークになります、ね、オーバーワークになると体がちっちゃくなるし、アンダーワークだと体はそんなにそういう状況が必要くないと思って、せっかくこう超回復してもそれを手放していきますね。だからそのサイクルが合致していくっていうのは、大体強度の高いトレーニングだと1週間に1遍ぐらいかなとかっていう話を、してます。で、トレーニングのボリュームをこう抑えれて、で強度を保つっていう方法も、まあ、それリカバリーの時間にもよるんですけど、リカバリーさえなされれば週に2回のトレーニングももしかしたら可能じゃないかっていうのを、さっき先生と近代の先生と話してました。そういう状況です。それから栄養ですね、しっかりと筋肉の材料になるものが入ってくるかどうか。基本はやっぱり3食4食の食事ですけど、それで足りないものっていうのはサプリメントで補ったりとかね、それをうまく活用していくということですね。はい、よっしゃ行きましょう。おしまっそう。はい、下ろして。そう。ほい。はい。二、三。ほい。ほい。二、三、四。二、三、四。ほい。け。な。三。ほい。け。あ、さ、二回。はい、座。はっ。ああ、しばかい、はい、座。だあ。ああ、すげえ。よし、はい、そう。はい、ふう、ふい。はい、おっしゃい。はい、よ。ああ、座、はい。おっしゃい。じゃい。ああ、おっしゃい、二回、はい。はい、よ。おし、もう一回、はい、そのままだーい、おし、
OK! よっしゃ。はい。ちょっと5分休憩しましょう。だからこう、トレーニングやっていくと、まあ、ちょっとだん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 楽になっていくんじゃないかなって、みんなちょっとそんなこう幻想を抱いてたかもしれないけど、どんどんしんどくなっていくんですよ。で、強度はどん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 上がっていくし、さっきも言った通りで、経験していくと心理的抑制っていうのは、どん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 かからなくなっていくので、ここまでいけるっていうのを自分で確認できるでしょ。だから、こっち攻め込んでいけるっていうことですね。だから、いかにその不安因子を除いていくかっていうのを、ちょっとみんな、それが課題ですね。トレーニングして怪我しちゃうんじゃないかとか、ね、怖い。で、まあ、でも今、それを言いながら、こうやって、こういうちょっとトレーニングをやってるのを見て、みんな不安抱いてますよね。大丈夫ちゃう、大丈夫やないやん、みたいに思ってるっていうね、そのちょっと、はい、そういう状況を生んでしまってるんですけど。でも死んでないでしょ。死んでないでしょ。死んでないから大丈夫です。そういうことです。心理的な部分っていうのは、そこから見てて分かるもんでもないじゃないですか。そうですね。そう、本人が、これは壊れる、これは壊れないっていうのの感覚だけですよね。動き自体は、その、さっきもちょっと言ったんですけど、さっきこう、等速でこれ動かしてるんですよね。4秒。で、下ろして1秒 で、その等速でこれ動かなくなってきてるところから補助に実は入ってます。はい、ちょっとまあエクステンションとかちょっと雑な種目も今日はあったんですけど、基本的には等速に動かしていってるん で、その等速で動くっていうところがその保てなくなってきたところで初めて補助に入っていって、でそうするとね、もう完全にエネルギーが枯渇したような状況がこう生まれるんですよ。やったら分かります。力が入らなくて、どんだけ意識でこう上げようと思っても、もう力がポンと入らなくなりますから。はい、なので、外から見てて、もうちょっとできるやろとか、そんな不安は持たなくても、本人が動かなくなるんで大丈夫です。本当に動かその、もっといけるやろとかっていうレベルじゃなくて、はい、それはいけますね。それはスタートしてて、あ、もうゼロだって。っていうふうなところに、そうですね。等速で動かしてますから、当然のこと、その、まあ、トレーニングやってる側が、例えば、60キロでこう、スクワットやってますね。だから55キロの力を持ったら5キロだけ支えるだけでいいわけじゃないですか。でも10キロ足りなくなったら10キロ上げてあげないといけない。で、それがもうほとんど力抜けるところになってきたら、ほとんどこっちでサポートしないといけない。そうなったら終わりですよ。だいたい僕らの感覚的に言うと3レップもやったらもう十分かなと思います。本人が本当に力出してたですよ。もう等速で動かしていって、でそこからこう等速が追いつかなくなって、でそこからサポート声がけして元がセーフで動かさせて、3レップもいったらもう本当もうスコーンと抜けちゃうんで、もうそこまでやらなくて、それ以上やってももうふにゃふにゃなんで、はい、そうですね。楽しいですか。楽しい。え、きついことさせて楽しいかどうか。もちろん、もちろん。いや、正直言うと、めっちゃしんどいんですよ。なんでかっていうと、このトレーニングしてる人のエネルギーが強かったら強いほど、その、こっち受けないといけないんで、それを。だから、それを返すのがしんどいんで、でも、もう、ファンファートレーニングしてる人いるでしょ。もう、まあ、別にね、体型維持できたらいいかな。そんな人の補助だったら、全然楽しいです。全然力も、そんなね、消耗。ここ、精神エネルギーが消耗しないです。だけど、こうやって欠けてる人のトレーニング補助つくと、こっちもエネルギー、うわーっと持っていかれるんで、そうしんどいです。楽しくないです。楽しかったらちょっと変態感。はい、あと15秒ですね。はい。マニュアルとしてここで負荷を手でかけていきます。で、これも等速で引いて戻してっていうのをやっていくんで、なんで等速でやるかっていうと、まず一つは、テンポを取ることによって
運動の時間をちゃんと正確に測ることができるっていうことと、それとあとはね、あのどう言ったらいいのかな、急激なこうネガティブっていう、こう筋肉をこうグッと引き伸ばす時の力が加わると断裂を起こしたりとかするんですけど、ゆっくり等速で引っ張ってあげると怪我のリスクがものすごく少なくなるんですね。なので、あの理にかなったトレーニングだと思います。これ終わってすぐにロアバックって背筋の運動をやるんで、体大きい人なのでちょっと通してあげてくださいね。はい、じゃあ行きますよ。はい、そう、ロッ、はい、で、あっさ、いや、あっさ、しましょう。レッグカールで先に事前疲労をかけて、でこっちでさらに追い込んでいくっていうような形ですね。まあここはその筋肉の動員っていうか、そういったものがスクワットとかと比べるとちょっと少ないので、ちょっと息の上がり方なんか見るとちょっと上がり方がちょっとそんなでもないでしょ、はい、だからちょっとインターバルは短く取ってるということですね、はい、なんかありますか、質問ないですか、大丈夫、息詰まると思うんですよ、息が詰まっちゃう、見てて すごいですね、気迫を感じ、見てるだけしんどいでしょ、違う違う、ね、空間感も変わる、そうそうそう、だからあの僕のその好きになって尊敬してるマイク・メンツァなんかは、そのやっぱりトレーニングの最初の種目の1セット目のそのファーストレップ最初、一番最初の1回目からエンジンがこうどうやったらいいのかな、こう完全にもう温まってて、もう吹き上がってる状態で、そこでスタートダッシュがバチンと決められるようにって言ってます。だから多分みんなのトレーニングは、みんなだけじゃなくてほとんどの人のトレーニングってゆっくりちょっと温まっていって、で最後にわーって感じだと思うんですよ。じゃなくてもう気迫というかエネルギーがもうわーっともう満タンになって、もう言うたら制御できないぐらいの状況に最初のレップから持っていけばいいトレーニングができると思います。でそういうこうやっぱり精神エネルギーとか使うようなトレーニングっていうのはあんまり長時間できないですよね、はい、これをこのテンションで例えば3時間やれって言われたらできないでしょ。だからこう詰めるっていうのはそういう意味なんですよ。で短くするっていうのは楽になるんじゃなくて決して逆にきつくなるっていうことです。だからみんな直面するのはさっき言ったようにこう不安な要素を全部省いていってなくしていくと、潰していくと、そしたら最後は自分が攻めるか逃げるかどっちかだけでしょ。
はい、だから毎回のトレーニングであそこもうちょっといけたんちゃうかっていうこう自分と向き合うことはできると思いますよ。